岩倉智春7月3日から1951年12月5日は、日本の政治家、公爵、貴族院議員、岩倉家の第17代当主、岩倉智美の次男である岩倉智貞の長男、東京帝国大学在学中、西郷嗣道の長女桜子と結婚。1905年7月10日、東京帝国大学卒業。 1905年12月1日、一年志願兵として、この F 票第一連隊に入園。1906年11月30日、陸軍不標軍曹に任せられ満期除隊。1907年3月7日、内務族に任せられ、同日から内務省地方局に勤務する。1908年6月、陸軍不標少位に任せられ、同日予備役を仰せつけられる。 1910年4月13日、父、友貞の死により就職。同日、貴族院、議員9月1日までとなる。1911年3月、区内省御用係を仰せつけられる。区内大臣官房総務課勤務。同年12月、区内省御用係を免税られ、区内書機官となる。1912年7月31日、体操史事務官を仰せつけられる。 同年9月10日、明治天皇霊宮具部を仰せつけられる。1913年2月27日、皇太后陛下沼津行刑具部,部を仰せつけられる。同年2月8日、皇太后主事兼区内職期間に任ぜられる。芸者遊びが好きで足主役花町に通うものの、臨職のため、天保線の御前と呼ばれていたこの頃、陶器的商人の誘いに乗って、土地陶器に手を出して失敗。 鉄道敷設予定地という触れ込みで紹介された土地を北海道で代々的に買い漁ったものの実際の鉄道は三菱財閥のオーナー一族岩崎家が購入した土地を通り友春の土地は素通りしてしまったこれにより友春は当時の金で300万円もの損害を受けたさらに友春は新橋の芸者のもとに通い詰め悲喜の芸者を引かして レストランを開かせるなどの法等で一族の資産を浪費。この後始末に困って氷菓子に頼ったところ、1914年7月21日、東京霞が関の辞定を差し押さえられ、スキャンダルとなる。これら不再累積など、家計便乱の責任を取って、1914年7月20日、区内初期間を辞任。同年7月29日、交代合偶主事を辞任。 同年8月29日、親族会議の結果、家督を長男ともひでに強制的に譲らされ隠居。同年暮れより、行方不明となる。1915年、北海道タイムス記者によって、福島県飯坂温泉で発見され、東京府に連れ戻される。1916年9月15日、借金を踏み倒したまま隠居して、返済義務を逃れようとした角により、 合名会社大橋銀行より詐欺罪で東京地方裁判所に告訴される。以後は家族と別居、愛人と共に生活した。1951年12月5日、神奈川県三浦郡葉山町の自宅にて脳一血で73歳にて死去。父は岩倉智貞だ。母は岩倉久子姉に寄人新納妃一過子。 四人の妹はそれぞれ家族の、西郷のり、水野忠美、竹井主生、島津忠宏に嫁いだ。弟に、久美ゆ久美、愚ぐ久明らがおり、それぞれ文家。妻は、西郷ぐ道の長女桜子。長男友秀は、英文学者。次男具実は、言語学者。三男具方はが赤。三女康子は、石化家族事件で、 治安維持法違反容疑で逮捕、釈放後自殺。ありがとうございます。